それでは記事を熊田解説員に紹介していただきます。熊田解説員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、ほっとけないが、原動力のシャーミントーン福島瑞穂投手が18日から20日の日程で中国の首都北京を訪問へ、中共幹部と会談する模様。 X 民、こんな時に何しに行くのなど疑問の声をお伝えします。それでは SNS 投稿を引用してご紹介いたします。以下引用、産経ニュースさん。社民福島瑞穂投手が18から20日に訪中。投手の訪中は2017年以来で、中国共産党幹部との会談を調整している。引用終了。 X 民の反応がこちら。以下引用、会談内容は公開されるのかな。地震対策本部の初仕事、被災地のためにも帰ってこないでね。明確に序列が決まっている中国共産党の上から下から何番目くらいの人が瑞穂と会ってくれるのか、ちょっと興味あるわ。どんな国益につながるんでしょうね。帰国したら説明責任果たしてほしいです。論理的にね。当然みんなレポート提出求めるんだよね。そういうこと。この非常時に行くんだ。そのままもう帰ってこなくて OK だべ。こんな時に何しに行くの。帰ってくんな。のんきだな。あれ、地震の対策本部とか作ってなかったっけ。行ったきりでそのまま帰ってこなくてよい。シャーミントーンはこういう時叩かれないんだな。引用終了。別に今このタイミングで中国首都北京に行くのを責めはしないが、こんな時に何事だ、けしからん。税の皆さんは、あれれー、この未曾有の災害中に訪中、何しに行くんかな。いっそのこともうそのまま以下略。ところでどのランクの中国共産党幹部が対応するか見ものですな。視聴者の皆様はこの話題についてどう思いましたでしょうか。さまざまなご意見をコメント欄にお願いいたします。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。